ハスキーメガネ。ハスキーです。メガネです。ハスキーメガネです。おそらく初めましてという方が多いかと思いますので、やってみて自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、行きましょう。初めは、では、ハスキーこと久保井美咲です。メガネこと田中亜希です。はい、ハスキーメガネと気軽に呼んでください。Please call me。私は栃木県宇都宮市出身です。宮城県の田舎町出身です。仙台市って言えない。なんで？仕事、声優の仕事を一緒にしてます。してます。他にもいろいろやったりはしてますけど、一応声の仕事をやらせていただいています。日中はお許してます。私は5月6日。1月7日です。最近ハマってること。ハマってること、私はいろんな YouTuber さんの動画を見ることと、あと、何でも鑑定団の録画をひたすらこう家で地道にこう 見ることです。おんはい、配信だもんねひどい。ハマってること、ハマってることなんだろう。ハマってること、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 ハマってること。私がハマれるものを教えてください。募集しております。好きなものは、私はホルモン。体から出るやつ。違う、あ、でもフェロモンだ、ごめん違う、ごめん、ホルモン、ソーセージ、タピオカ、チョコレートケーキ、プリンです。です。いっぱいいっぱい好き。好きな食べ物？あ、私勝手に食べ物にしてる。でも好きな食べ物だったら、私は茶碗蒸しとお肉とお酒です。ハスキーメガネ。そんな私たちの慣れ初めですって。慣れ初めね。慣れ初めですって。振り返ることも何年前なんだろう。5、6年前かな。9年前。まあ、とある現場でご一緒になりまして、そうなんですね、妖怪百鬼探っていうアプリがあります。現在もね、稼働中ですので、ぜひよろしくお願いします。ぜひやってください。まあ、そのね、妖怪百鬼探っていうアプリゲームの、まあ、収録の現場で。あったんですよね、うん、でたまたま一緒の時間帯にすることになって、うん、でその後、まあ、その時に言われていた、あの出ていた声優さんたちと、あと音響監督さんとかとで、まあ、うん、終わった後みんなに飲み会をしたんですね、うん、でそこで なんであんな意気投合したんだろうね。覚えてないんです、覚えてないんですけど覚えてないんですけど4時間ぐらいまでやったんですよ私と。みんな大体2次会ぐらいまでやって、3、4次会は2人だけになったんですけど、4次会までやったんですね。うん、ね。結果朝の5時くらいまで、なんか飲んでちゃう。秋葉の居酒屋で。いやねー、本当に。そんなこんなが慣れ初めの始まりで、でそこからまあちょこちょこ遊んだりとか、まあはたまた、あれ現場はそれしか一緒に行ったことないんだっけ。いや、他にも、番組の。ああ、そうですね。とかは。そうです。何度か共演させてもらって、で、ついに、YouTube チャンネル始めるぐらい、までやってました。いやー、いやーね、なんだかんだ長い。長いよね、長い。ほんと長い。ほんともう、ほんとお友達。いや、ほんと、もう何でも話せる。はい。ほんと、もうね。2週間に1回ぐらい、メガネってLINE が来る。ミサキズー！ LINE をしてお互い、あの、傷口を舐め合う感じで。生存確認。生存確認。生きてるって。生きてるだけで褒めてほしい二人組です。はい。ハスキーメガネの由来。ああ、ハスキーメガネの由来。
私たち共通の、すごいお世話になっている大先輩がいらっしゃるんですけど、大もう女性の方なんですけれども、なんかもう精神的にもすごくもうなんか兄貴っていう言葉が一番ふさわしい、もう我々がもう兄貴とお慕いする大好きな先輩がいるんですけども、うん、その先輩から与えられたお名前がそうハスキーとメガネ。多分私の場合は声が多分カサカサしてるんで、なんか声がこうね かすれてるんで私の地声ってなんで、まあ、いい声よ。ありがとうございます、うん、そういう由来で多分ハスキーっていう風にあだ名をつけていただいて、うん、私見たままですもうずっとトレードマークの赤メガネをね、はい、ずっといつでもつけていて、まあ、でも似合うし可愛いから、ありがとう、まあ、赤メガネっていうあだ名を一緒にもつけていただいて、で、あの実はあの去年にあのハスキーメガネ会という朗読いあのリーディングイベントという2人で主催して行ったイベントがありまして、ね、はい、活動としてはハスキーメガネというのは、まあ、1年くらいは存在はしていた、そう存在はしてて、また何かやりたいねやりたいねって言って、リーディングもやりたいねって言ってなかなかできなくって、YouTube 始めた、そうもう YouTube やりたいっつって、そう YouTube 配信のみさきちゃん、なんで私なんだということで、ね、ライブもですね、まあ、先輩が名付け親でいます。そうなんです、ね、あの見てる多分チャンネルのジャンルが絶対に違う。私はもう全部ある程度見てます。いや、まあ、なんかどんだけ暇人なの私はなんか動物系とかあと、うん、手術の動画よく見てます。いやあの手術とかの虫歯直す動画とか見てる。うわもう痛い痛い、うん、変態じゃないよ、サイコじゃないよ。じゃあメガネは結構そういうちょっとあのなんだろう実技系実技系、私はでも割とそのメイク系の方だったりとか、うん、大食いの方とか、うん、あと魚を釣ったりさばいたりする人とか、うんうん、あとビオトープなんかこう池を作ったりとか、あそう、あとアクアリウムの人の海水魚とかの、まあ、動画メンテナンスの動画とかあとはなんだろう、もう結構私はいろんなジャンル幅広く見てるんで、もしおすすめの YouTuber さんいたらぜひ教えてください。おすすめの手術動画教えてください。じゃあどんなチャンネルにしていきたいですか。どんなチャンネル、まあ、でも一番は私たちがもう楽しく撮影をして楽しくこう動画にするっていうのが一番ねやりたい、はい、生きてるだけで褒めてほしいので、はい、楽しく自由にやっていこうかなとは思っています、うん、なんで一応、うん、今後の、やりたいこととしては具体的に言うと、うん、何やる？お寿司100回チャレンジ我々別に大食いではないんだよね。全然大食いじゃないんです。全然大食いじゃない、せいぜい食べれて2人前ぐらいで、そう全然大食いじゃないんですけれども、うんうん、私がやっぱり大食い系の方がすごく好きなので、うん、一回ね大食い系をそうね憧れてるからね、そう やったりどんだけきついのかっていうのをちょっと挑戦してみたい、うん、普通の胃袋の女2人がチャレンジしてみたいね、うん、あとはあのやっぱり私たちと同じようにまあ、一応今私たちは事務所所属してないでフリーで声優をしているんですけれども、フリーの声優のお友達とかもいっぱいいるので、まあたまにこう大人数で何かやりたいです ね、 ゲームとかやったりとか、うん、ちょっとね大きいプリンとかも作ってみる。作りたい。あ、私お料理系の動画よく見てる。料理系もいい、料理系もやりたいですね。いろいろやりたいことがたくさんあるんで ね、この私たちの楽しいが皆様にこう伝わればいいなって思うので、ぜひぜひあのお前らこれやってみろよっていうのもお待ちしてます。あの優しくオブラートに包んでごめんなさい。オブラート100倍ぐらい包んで言ってくださいね。生きてて偉い、生きてて偉いから闇あるじゃん。そんなことないよ、闇なんてないよ。大丈夫？ダメかも。さあこんな2人でねお送りしていきたいなって思いますのでぜひぜひご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ではハスキーメガネでした。
また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これからよろしくお願いします。